さあ続きいきましょう。はい、とりあえずカードはね、集めてきました。はい、まあいつもと同じ流れですね。はい、まあ多分こんだけありゃ足りるだろうということで、であとコンボは特に覚えなかったんじゃないか。あ、これ覚えたか。18号とピッコロ、まさかのこの組み合わせ、爆裂魔光砲と強力エネルギー波 OS ショットってやつだね。これあのベジータとピッコロが打てたやつなんだけど、はい、18号とも、まあ、いけるということで覚えました。あとは、個人の技だね。はい、エネルギーウェーブ、はい、18号、17号両方、はい、これ覚えてなかったんだけど、覚えましたね。16号は、まあ、相変わらず、特にどうこうってのはないですけど、まあ、こんな感じ。はい、まあ、ちょっと、ちょっと HP 低いんだよね、人造人間。まあレベル的なのもあるからね、ちょっとレベル低いから、レベル、上げようかどうか迷ったんですけど、はい、ちょっとめんどくさくなっちゃって、やめてまた撮影始めてるんですけどね。まあでもようやくご飯も HP1000 超えって感じで、人造人間の2人がまだちょっとね、足りてないんですよね。はい、まあいいや、というわけで、とりあえず村行こうか。ちょっと回復しよう。先に。OK。さあ、もうね、この辺から覚えてないですよ。あの、このサイヤ人絶滅計画って、なんか僕プレイしたことあるんですけど、昔。もうこの辺でね、多分やってないかな。記憶がいまいちないんだよね。ちょっと一回ここに逃げますわ。カードが弱すぎるから。誰かに話を聞いてみるか。お姉さん、いいね。お姉さんに声かけようぜ。この頃頭痛が収まらないの。それに来たの洞窟から変な声が聞こえてくるし、君が悪いわ。変な声ね。男の子。ゲホ、ゲホゲホ。そういえばこの前、マルケラモンスターが帰ると喧嘩してたよ。全然、まあ、情報になってないけど、ねえ、まあ、まあまあいいや。北のなんだって、あー、あれか。なんか穴開いてるやつ。あれだと思うんだよね。よし、じゃあ行こう。ね、ちょっと必殺技ってか、コンボちょっと埋めながら行きたい。おそらく17号、18号。うん、ここあると思うんですよね。あの連携が。エネルギー派と強力エネルギー派か。あ、違うな。これ3人技だね。17号、18号と16号かな。16、17、18でやるのかな。まあ、あの、エネルギー波あるんで、おそらく17号、18号と行くんじゃないかなと思うし、まあ、ピッコロと18号のこの OS ショット、このパターンで行ったから、まあ、おそらく強力エネルギー波、ピッコロと17号行くんじゃないかなとか考えてたり、16号で3人技あればだけど、これだな。一番最初、強力エネルギー波。これで3人技いけるんじゃないか、多分。強力エネルギー波。だよね。ちょっとこの辺埋めていきたいなと思います。だから、象のカードちょっと集めたいね。象のカードを。こうなるとまたこの像が来なくなったりするんだよね。まあ、気長に、地道に集めていこうか。とりあえず3枚欲しいかな。亀のカードは今全くいらない。バックもいらない。あ、像が来たけど、星2だとちょっとどうかなって感じだよね。枠か。枠いらねえな。はい、どうだ。村で聞いた洞窟はここか。入ってみようよ。よし、入ってみ、わ、なんかいた。ようこそピーコーロ。俺カワーズボス、強い強い。俺はピッコロだ。それよりデストロンガス発生装置はどこにあるんだ。言わないとぶっ飛ばすぞ。俺倒すとデストロンガス、わからない。お前、俺倒せない。俺、お前倒せる。ざまみろ。まあ確かにな。相手の方が一枚上手いというか、この野郎言わせておけば。ピッコロさん、落ち着いてください。そうだな。お前が言わなくても俺たちが自分で探してやる。デストロンガス、コポコポ火山にあるなんて言うわけない。てんてんてん、しまった。何この茶番？ひどいね、これ。バカか、こいつ。
川津は慌てて逃げ出した。し、無駄な時間を過ごしまった。コポコポ火山だったな。ああ、行ってみようよ。オッケー。コポコポ火山。コポコポ火山。なんか山あったよね。あ、これか。じゃあこれに行くってことね。オッケー。象のカード集まってきたけども、2だとちょっと不安。発動しない可能性あるから、せめて3以上が欲しい。欲しい3以上。あ、来た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 。多分これでいけるんじゃないかな。と思うんだけど、ちょっと、まあ、ちょっと象のカード残しとくか。まあ、象だらけみたいな感じで。さあ、敵出てこないっすね。さあ、出てこないね。こういう時は出てこないんですよね。会いたい時に会えないというね。会いたくない時に会ってしまう。それがロープレイ。さあ、そうこうしてるうちに着いちゃったよ、これ。ここ、ここ、火山、これでしょ、多分。ここにデストロンガス発生装置があるのか？暑さと毒ガスでこれ以上近づけそうにありませんね。俺たちでも厳しそうだ。これでは探しようがないな。村に戻ってみるか。村に戻る今してもですね。どうすんのかな。なんかホームセンターとか行ってさ、ガスマスクちょっと買ってこないとダメっすよ、これ。よっしゃ、行こうか。協力エネルギー派さんに、多分これで発動するんじゃないかなと思うけど、どうですかね。あれ？あれ、ご飯も象なんだ。あ、そうなんだ。魔じゃないんだ。へぇー、なんで象なんだろうね。超爆力派。はい、行きましょう。これ全体かな？ターゲッティングしなかったけど。どうかな？あ、全体だ。あ、なるほどね。これさ、ピッコロさんと、あれじゃない？なんか、あ、ほら、来た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 。ピッコロさんと連携あったりしないかな？どうかな？ヘルズ、スパイラル、オッケー。どの辺がスパイラルなのかね、ちょっとよくわかりませんけどね。あるんじゃねえの、爆裂魔工法。爆裂魔工法。なんかありそうな気がするな、魔漢工作法。確かにご飯魔漢工作法打てる、そう、これ多分そうだよね。で、超爆力派。これと、爆裂魔工法かな。多分これ魔漢工作法2つあるんだけど、ご飯、この未来ご飯と若者だよね、多分これね。多分それっぽい。まあちょっと打ってみる価値はある。ただ魔が2つ来てないんですよ。亀ばっかだなぁ、おい。亀ば、お、すげえ、あ、そっか。そっか。未来ご飯ってそうだ。象じゃない。本当は魔なんだけど、絶望へのハンコ、これか。どのカードでも自分の流派に変更する。これだ。そっか。いいじゃん。ねえ。そっか、これの効果で、本当はだから魔なのか。じゃあもういけるんじゃない？爆裂魔法、ちょっと魔漢交差法行こうか。魔漢交差法。まあ、どれでもいいんですけど、魔漢交差法。ちょっとこれで行ってみて。ちょっと象のカードは残しとこう。ダメかな？いけるでしょ。ほら、いい、かっこいい。うわぁ、いいね。この、ね、ピッコロさんとのこの、連携ってのがね。いいよ。これ多分もう一個あれなんじゃない？もう一個。ダブル魔漢交差法。多分 D、まあ、ダブルだよね、これね。ピッコロ&ご飯。これ多分いけんじゃない？超爆力派。超爆力派と爆裂魔漢法かな。魔漢交差法。爆裂魔漢法の、まあおそらく爆裂魔漢法だと思うけど、ご飯、発動しないか。スキル発動せずだわ。
じゃあいいや。じゃあもう普通に殴って倒しますか。スーパーカメハメハ。ちょっと象のカードは残しとく。全く象のカードが増えないね。いや、おそらくは多分この未来ご飯もう一つの連携もピッコロさんだと思うんですけどね。発動する？あ、した。オッケーオッケー。じゃあ行こう。爆裂魔法砲と、爆灰でもいいや。超爆力波。これだよね。まあ、エネルギー派でも打っとけ。さあ、来い。あら、来ない。違うのか。違うんだ。ピッコロさんじゃないって可能性あるか。超爆力派だよね。ピッコロさんだと思うんですよね。爆裂魔法砲と、あとは、魔漢光殺法。爆裂魔法砲。これわからんやつ。激烈砲弾。激烈砲弾、魔喰包囲弾。この辺もちょっと使ってみるか、じゃあ。そうしようか。全然ゾウのカード来ねえぞ。あ、来た。エネルギー派だったかな確か。17号、18号エネルギー派、17号エネルギー派。多分、これで発動すると思うけどなぁ。超爆力派。激烈砲弾。これでどうだ？いけるか？あー、ダメだ。ダメか。ちょっと飛ばしますね。お、来たね。オッケーオッケー。いいですね。原作、アニメ版の方でもなんか17号、18号の連携なんか売ってましたもんね。超爆力派と、あ、ちょっと待って、超爆力派、これ流派一致してない。超爆力派とピッコロさん。幕位包囲弾。これでどうだ？これでいけんじゃねえか。どうかな？複数エネルギー派ってこれ全体かな？どうかな？これでもダメだったらちょっと厳しいよ。どうだ？あー、ダメだ。発動しない。マジか。いや違う、ご飯必殺は打てますよ。だけども流派、でも流派に変える的な感じで、流派に変更。あー、いいんだわ。変流派だからやっぱ違うんだ。条件多分違うんですね。いやー、ちょっとわからんな。いや、もう一回見てもいい？じゃあ誰だ？悟空かな。いやー、だってあと激烈光弾、魔喰包囲弾、爆裂魔候補、これしかないですよね。よくわからん。よくわからんな。まあ、また後々分かってくるから、全員合流したらもしかして、まあ何かしらヒント的なのがわかるかもしれない。しかしね、このフィールドの色がね、もう緑に対して、このピッコロさんも緑だからね、なかなかにこれ、ちょっと色がかぶっててね、ちょっとわからんよね。あれ、ピッコロさんどこ？みたいな感じになる。さあ、ちょっとじゃあ、村戻ってきましたよ。そう、あと、18号とピッコロの連携も、だからおそらくピッコロと17号、ここも行くんじゃないかなと思って、ちょっとマトゾウを集めたい。マトゾウ、うわ、まだらけだな。これはこれでちょっとアンバランスなんですよね。いずれにせよカメいらねえな。カメ、お姉さん
そこの綺麗なお姉さん。北の洞窟から変な声が来る。ダメか。男の子。モンスターの後をつけてい、たら、こんなもの拾ったんだ。おじさんたちにあげるよ。おじさんフリーズカプセル。これは、これならあの火山を冷やせるかもしれない。坊や、ありがとう。オッケー。よーし。勝手に使ってもいいのかどうなのかはちょっとわかりませんけどね。落とし物は警察に届けましょうっていうところではあるんですけども。まあいいか。はい。なんでいいかって言いますと、それはね、ゲームだからですよ。ゲームだからいいんですよ、それは。そんなことは。さあさあさあ、ゾウのカードが全く来ない。ゾウのカードが全く来ません。いつもが悪い。ただ1枚あるから、これで発動するかどうかってどこだよね。強力エネルギー派。ピッコロさん、ピッコロさん、爆裂魔候補いってくださいよ。超爆撃派。まあ適当。どうかな、行くかな。あ、行った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 。オッケー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 。さあ、あとは16号がどれほどのもんかって感じだよね。誰と連携組めんのか。この辺もちょっと開発していきたいな。2つ強力エネルギー派。ピッコロもしかして爆裂魔候補、これ16号と行く可能性もまああるね。爆裂魔候補は枠2つあるからね。まあ行く可能性ある。ちょっと行ってみるか。爆裂魔候補と16号、強力エネルギー派。これでどうだろうか。どうだろう、行くかな。ちょっと飛ばしますね。どうだ、行くか。あー、行かない。違うんだ。違うんだ。強力エネルギー派、誰だろう。ヘルズフラッシュ。ここなんかあれだね。17号、18号入ってきそうな気がするな。ゾウのカードが2枚ある。ちょっと行ってみるか。18号、エネルギーウェーブとヘルズフラッシュ。これ、ちょっと来そうな感じがする。爆裂波、ちょっと待って、爆裂波。爆裂波と、超爆撃派ってどう？いけるんじゃない？いけないか？いけないかな？あ、いけないか。いけないか。二人でなんかの爆発派みたいな。いけそうな気がしたけどな。あー、ダメか。違う、これじゃないんだ。あ、でもまだあれだよね。ピッコロ解放されてない。あの連携のやつあったような気がしたから、爆裂派の可能性もあるな。これえ、あ、じゃあ解放されて、あ、じゃあこれだよね。多分42回でしょ。42回。ちょっとこれもう一回爆裂派やって41回になってたら、ちょっと可能性はある。41回になってたらね、ちょっと飛ばしていきますよ。はい。これで、これだわ。これ、ご飯とあの先の爆発波みたいなやつ？これで成立するんじゃない？もしかして。その可能性はある。ただ16号は他に誰と連携打てるんだ？誰と打てんだろう。16号って誰。ご飯かな。ご飯、クリリンとかかな。その可能性もあるね。あのカプセルを使ってみましょう。はい、ご飯はフリーズカプセルを使った。オッケー。おしおし、あった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 けど、多分ボス戦なんじゃないこれ。ニョロロ、ついにここまで来たか、ピーコロよ。またいつか。かまわず、出てきやがったな。俺の名前はピッコロだ。まあいい、お前の周りには爆弾が仕掛けてあるのだ。
なんだと、アディオスピーコーロ、お前はデストロンガス発生装置に触れることなく死んでいくのだ、あのバカ。なんだ、デストロンガス発生装置が壊れたぞ。しまった、爆弾をデストロンガス発生装置に仕掛けてしまった。何この茶番は、本当にこれ、まさかサタンを超えるバカがいるとは。いい子だったらお前を殺してやる。あ、マジ？あ、怠慢っていうか、一体だけか。え、ここもしかしてボーナスゾーンてか楽勝ゾーンなのか？え、ちょっと待って、これ16号ちょっとこれもう一つぐらい埋めたいんだよな。ヘルズフラッシュと、だからこの17号、18号のこのエネルギーウェーブだと思ったんだけど、違うのかな。まあ、違うんでしょうね。ピッコロさんとってことあるかな。マクエホイダン。激烈光弾。ちょっと待って。なんかピッコロさんも一つ、二つ、激烈光弾あった気がした。魔漢交差砲爆裂。あった、激烈光弾、マクエホイダン。まあ、ダメ元で撃ってみるか。マクイホイダンとヘルズフラッシュ、まあどうかわからんけどね。スーパーサイヤ人にはならない、ならない。よし、さ、一体だからあのカード使ってないけど、あ、一応経験値バフのカードぐらいは使った方がいいの。いや強いな、普通に強いぞこいつ。一体で出てくるだけの可能性、うわぁ、ダメだ。やっぱ発動しない。16号、誰と組むんだろう。誰と組むんだろうね。まあ、18号の人頑張ってもらうか。ゾウのカードもう1枚来ている。でも、2枚来てないもんな。2枚来てない。ちょっとじゃあ魔漢交差砲、魔漢交差砲行きましょうか。17号ちょっとエネルギーウェーブで、さあこれどんぐらい入る。いいね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 。オッケー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 。429、うわぁ、一気に落ちた。18号、ちょっと待って、でも押し切れそうなんだったらここで押し切ってもいいかなとも思うけど、うわぁ、ちょっとこれ連携打てねえなぁ。いいや、じゃあマクイ包囲弾、いやー、ご飯と16号であるかな。マセンコ、マセンコでもヘルズフラッシュちょっと違う気もするよね。ちょっとアンバランスな気もするんです。強力エネルギー波、強力エネルギー波か。まあ、打つだけ打ってみるか。ちょっとこれでいってみよう。ダメだ。わからんね。わからんな。まあこの辺やりながらって感じになると思うんですけどね。まあでも面白いですよ、これね。これかな、あれかなってこういろいろこう予測立てるのは。オッケー。さあ、お前が俺たちに叶うわけないだろう、チーム。余計な時間を取られてしまった。ピッコロさん、災難でしたね。まだだ、誰かいる、誰だ。あの役立たずめ。うーわー、こっちが本ちゃんかよ。お前はスラッグ。スラッグは俺たちが倒したはずじゃ。まだサイヤ人に手助けをしているのか、ピッコロ。お前はナメック星人の恥だ。死んでしまえ。うるさい、覚悟しろ。はい。
まあ、尺的にちょうどいいんじゃないですかね。18号死んだままだわ。ちょっと回復したいな。まあ、しょうがない。カード使って、なんとかやりくりするしかないですね。まあ、カード使わずに、さっきのなんだっけ、カワーズ、あいつ倒すだから、まあ、いいんですけど。よし、じゃあ次回、ここからまたやることにしましょう。ご視聴ありがとうございました。